はい、こんにちは。フォトジャーナルプレスのゆうです。今日の動画は、このね、また ZV-E10 関連の動画になるんですけども、まあ、その中でもね、今日はこのジンバルで僕がね、ZV-E10 用に、まあ、使えると思って購入した、モザのミニ P というジンバルについてお話ししようと思います。まあ、そのジンバルを使ってね、このボディ本体と、まあ、レンズとかね、あと ND フィルター、どういったものが載せれるかっていうのを、まあ、僕のね手持ちのレンズの中でテストしてみようかなと思います。でもう一個ね、僕はこのジーウンのクレーム2を今までね使ってたんですけども、こちらがねペイロードが720まで、ボディとレンズとかトータル込み込みで 720g までだったらね乗ることができたんですね。まあ、ですけどもね、結構ね720となってくると、こちらのボディ単体で、まあ、僕はねこのピークデザインのプレートとかつけてる状態で 385g ですね、こちら ZV-E10 が。そうなってくると残りね 335g、 レンズと、まあ、ND フィルターとか合わせて結構ねレンズが限られてきます。でなのでこっちのねモザミニ P は 900g までペイロードいけます。まあ、なのでこういったねちょっと中型クラスのレンズを使うために僕はこのモザムのミニ P を購入したというわけなんですけども、まあその中でもやっぱりね APS-C のレンズでも大きいレンズっていうのがあります。まあその中でね、まあ乗るもの乗らないものっていうのを今回調べていこうかなと思っています。で今回ね試すレンズっていうのが、まあ、こちらに並んでるレンズなんですけども、まず一つ目がソニーの純正の SEL1018 ですね。超広角レンズの1018。で、タムロンの、ちょっとこれはお借りしてるんですけども、1120mm。こちらもね、超広角レンズになります。で、他には、サムヤンの AF モデルの 12mmF2 っていうレンズですね。で、他には僕が結構使っているこのシグマの中望遠になるんですけども、56mmF1.4 DC-DN コンテンポラリーというレンズになります。で、他にはですね、こうやってね、アナモルフィックレンズ。シルイの 50mm のアナモルフィックレンズ。APS-C の動画撮影で人気の SEL18105 の F4 同士のレンズ。電動ズームのタイプですね。で、もう一つが、こちらタムロンの 1770F2.8 同士のレンズ。まあ、このレンズをね、ちょっと試してみようかなと思います。で、今回はね、このキットレンズとか、SELP1650 ですね。それとかね、単焦点レンズの人気の SEL35F18 っていうのはもう、これはね、ちょっともう問題外にしておきます。クレーン M2 でもね、余裕でこれは乗りますので、このモザミニ P でもね、普通に乗りますので、今回はこれはテストから外します。まあ、基本的にはね、このクレーン M2 でもうギリギリ乗るか乗らないかっていうぐらいのレンズを試していこうかなと思います。はい、それではね、もう順番にざっとやっていきましょう。まずはこの純正レンズの SEL1018 ですね。で、こちら ZV-E10 との組み合わせで、大体ね、重さが 611g になります。で、さらに、昼間なんかはね、可変 ND フィルターつけて運用しますので、まあ、僕がね、基本的に使っているのがこの健康のバリアブル NDX2 という、高性能なんですけどもね、比較的ね、かなり薄型で軽い可変 ND フィルターになります。で、こちらの重さが、だいたいね、50g になります。で、僕はこのステップアップリング使いますので、さらにそれが乗って、まあ、56g ということで、はい、トータルでね、666g ですね。先ほどね、もともと持ってたクレーム2が720なんで、まあ、ギリギリ乗るか乗らないかぐらいなんですね。ではね、これまず試していきます。はい。ではね、バランス取っていきますけども、これね、バランス取るのが結構みんな、ミニ P はしんどいっていう方も結構いらっしゃると思うんですけども、まあね、慣れたら結構簡単ですね。で、必ずね、バランス取るときは使う状態ですね。広角側で使うんだったらもう伸ばした状態で、バランス調整してください。はい。ということでね、普通にバランスは取れました。僕はね、基本的にこれ、モニターをね、閉じて、もう最近はね、使っています。なんかバランスがこっちの方が取りやすくて、やっていますけども、一応ね、念のために、
モニター開いた状態でも撮っておきます。はい、SEL ね、10-18はね、モニターを開いても閉じた状態でも大丈夫です。ちょっと電源入れてみます。はい、こんな感じですね。もう全然これは余裕です。はい、ということで SEL の10-18は余裕でクリアしています。多分ね、クレーン M2 だったらね、モニターとかね閉じないと乗らないというかね、ほんとギリギリです。乗るか乗らないかの、ちょっとねフロントヘビーになってますから、ボディがね軽いので重心がね前に行ってしまいますので、なかなかねちょっとバランスがクレーム2の場合は取りにくいです、この ZV-E テントの組み合わせだと。はい、次はねこちらタムロンのレンズ行ってみましょう。はい、これねタムロンと ZV-E10 の組み合わせで 719g です。先ほどのねクレーム2だったらもうギリギリです。多分ねもう乗らないです。もう完全にフロントヘビーで、クレーム2の場合はね、ここのジンバルのバランス取る時に後ろに逃げれないのでフロントヘビーになりますので、このねタムロンとの組み合わせはクレーム2乗らないので注意してください。タムロンのこの11-20を使う時はもうこのモダのミニ P 使ってください。まあ、ジンバル的にもねギリギリのね重さよりかは余裕あった方がやっぱりね安定して使えますので、僕のねこの可変 ND フィルターの組み合わせで774ですね。はい、では乗せていきます。こういった感じでね、先ほどの10-18と違って同じ位置でもね結構もうフロントに下がっていきます。はい、ディスプレイ閉じた状態でタムロンの11-20バランス取れています。ではねちょっとモニターも開いてバランス取ってみます。はい、ということでね、モニター開いた状態でもバランスは取れて使えます。一応念のため電源入れてみます。まあ一応ねバランス取って電源入れた後に必ずねアプリ側でチューニングしてください。ということで、ね、タムロンもモザのミニ P でモニター閉じた時も開いた時も使えます。はい、ということでね、サムヤのレンズはもう軽いので乗ります。なので今回はね、もう僕も結構実験済みなので、ちょっとこれはもうパスします。じゃあ次はね、シグマの単焦点レンズ 56mm の F1.4 ですね。こちらレンズ単体で279、まあ問題なく乗るんですけどね、こちらも。でボディと合わせて664ですね。でこちらね、健康の可変 ND フィルターつけた状態で721ですね。はい、ということでこっちもねクレーム2はかなりきついですので、もしねこのレンズ使うことがある人はモダのミニ P を使ってください。はい、こちらもね普通にバランス取れます。でモニター開いた状態で、はい、そうですね、問題ないですね。はい、シグマのね 56mmF1.4DCDN も乗ります。はい、ではねちょっとこちらの長いレンズたちですね、試していきましょう。まあ重さ的にはこの SEL18-105 がこの3本の中だったら一番軽いです。で一番重いのがこのシルイのアナモルフィックレンズですね、が一番重たいです。ではちょっと試していきましょう。ではねこちら SEL の18-105電動ズームのタイプをやっていきます。まあこのレンズはね電動ズームでね、ズームしてもね長さが伸びないのでジンバルにはめちゃくちゃ相性いいです。ということでボディと組み合わせで 812g ですね。900に近づいてきましたね、ちょっと。で可変 ND フィルターつけます。このレンズね結構 K も大きくて 72mm になります。で可変 ND フィルターつけると866ですね。もう結構ねペイロードに近づいてきました。もうギリギリかもしれないですね。これ乗るかなって感じですね。ボディの方がね多分軽いのでね、フロントヘビーになってますからね。モダのミニ P もねそんなにね後ろの方にねバランス取るときに逃げれないので、ちょっと厳しいかもしれないですね。これあ無理ですね。ちょっとバランスがフロントヘビーになってバランスが取れないですね。ちょっとごめんなさい、露出がちょっとめちゃくちゃ明るくなってました。ちょっと撮り直しています。今ちょっとね明るさが変わったかもしれないんですけども、ちょっとねこのモザのミニ P とこの SEL
1815は乗らないですね。ちょっとね、可変ディフューター外しています。外したら812なんですけども、もしかしたらね、アルファ6400だったらね、乗るかもしれないです。あ、取れるかな。あ、ギリギリいけそうです、ちょっと待ってください。なんかいけそうな感じが。このフィルターをつけなかったらいけそうですね。あ、フィルターなしだったらつけれます。結構カツカツ、後ろもねカツカツなんですけど、いけます。でモニター開いた状態で、あ、モニター開いても取れます。ごめんなさい、フィルターをつけてしまうと、僕のねこの可変ディフューターですね、 50g ぐらいのフィルターなんですけども、これつけたらもうアウトですけども、フィルター外したら乗ります。まあ、もしね万が一不安だなと思ったら、ウィーブ S とかだったらもう普通に乗ります。これ3キロまでペイロードいけます。なんで余裕でいけます。でこういった感じで、後ろにねかなり前後にねバランスを取るときに調整することができますので、かなりね重たいレンズでも乗ることができる。まあ不安な場合はもうこちらの方でおすすめしますけども、なんとかね乗りましたね。でね、このレンズのいいところ、先ほども言ったように連動ズームで、ここねズームしてもこのね長さが伸びないんですね。インナーズームという感じで、なのでズームしてもね重さのバランスが変わらないということで、かなりね動画とかねジンバルに乗せて運用するにはね便利なレンズになります。で F4 同士で F 値も変わらない、結構ね便利です。これ昼間とかに使うんだったら、もう18mm から105なんで、 35mm 換算で 27mm ぐらいから100何もでしょ、35とか、もうかなりのね高倍率でレンズ使うことができますので、もうこれ1本でね昼間だったらね全然いけるというような感じの便利なズームになります。ソニーのね純正の G レンズ SEL18105 ですね。値段もね多分4万ちょっと、5万以内ぐらいで買える、結構ね便利ズームです。まあちょっとねフィルターつけると厳しいので、まあ、その辺はちょっと運用が、もしかしたら単品のね薄い可変 ND フィルターじゃないタイプだったらいける可能性もありますけども、ちょっとね僕の持っている一番軽い 50g ぐらいの可変 ND ではねちょっと厳しかったです。まあ一応ね乗るということでしときましょう。はい、次はねこれですね、ちょっとこれ厳しそうですね。タムロンの1770、もうレンズ本体だけで527g で、ボディと組み合わせると、あ、900超えてますね、911です。もうこれ多分フロントヘビーで乗らないです。一応ね試しておきます。そうですね、先ほどの SEL のね18105のところでギリギリだったんですけども、もう全然ダメですね、これはダメです。はい、タムロの1770はこのモザのミニ P では乗らないです。はい、続いてねシルイのアナモルフィックレンズですね、まあ、こちらのレンズが 569g ということで、 ZV-E10 との組み合わせで、こちらもね954ということです。で可変 ND フィルター足すともう 1kg 超えます。でかなりねレンズが重たいです。これねアナモルフィックレンズって言ってね、前レビューかなんかしてたかなと思うんですけども、まあ、シネマサイズのねシネマスコープのアスペクト比で映像をね作ることができて、あとはね逆光なんかの時に青いフレアを出してくれます。よくね映画とかで使われているシネマレンズになりますけども、あ、これもね完全に乗らないですね。はい、ということで一応ねまとめに入ると、僕が持っているレンズの中でこのねモザのミニ P に乗ったのはソニー純正の SEL1018、 そしてタムロンの1120で、サムヤンの AF12mmF2 のタイプですね。でそれとこのシグマの 56mmF1.4DCDN、 それとこれですね、フィルターつけなかったら SEL の 18105G は乗ります。それ乗らなかったのがタムロンの1770の F2.8 同士のレンズ、これはねもうペイロードを超えてます。 ZV-E10 との組み合わせで、
で、あとこの種類のアナモルフィックレンズ 50mm のタイプですね、これも乗りませんでした。で、先ほど言ったようにこちらね、キットレンズとかね、 SEL35F18 とか、他にはね、パンケーキレンズの SEL20mm の F2.8 とか、こちらもね、パンケーキレンズの SEL16mmF2.8 とかだったら乗ります。はい、ということになりますね。まあこんな感じですね。はい、ということで僕の手持ちの中ではまあこんな結果になりましたということです。で、ちなみにね、おまけとして、先ほどのね、ウィビレスだったらまあどうなるかということなんですけども、一応ね、こちらタムロのね、1770で試してみましょう。ウィビレスはね、かなりね、バランス取りやすいです。全てに関してロックができて、一個ずつね、バランスを取ることができます。さっきのね、モダのミニ P とかと違って、それね、上下に移動する幅が広いので、重たいレンズとかね、つけてもバランスがね、取りやすいです。取りやすいというか、取れるようなシステムになってます。ミニ P の場合とかだったらね、あとクレーム2だったら、もう全然ここのね、前後に動かないんですけども、ほとんどね、その逃げ道がないんですけども、こういったジンバルになってくると、この前後にもかなり大きくね、動かしてバランス取ることができますので、まあ、それでね、重たいフロントヘビーのレンズでもつけることができます。ちょっとバランスの取り方は雑なんですけども、ちょっとコード外しておきます。まあ、本体自体もね、結構このウィービレス1キロ近く、900グラムぐらいですかね、900グラムぐらい、このジンバル自体あります。ちなみにね、モダンのミニ P だったら700ぐらいですかね。体感的にね、かなり違いますね。かなり腕が疲れます、ウィビレスは。はい、ということでね、タムロンのレンズ乗ります。で、ウィビレスはね、もう本体でオートチューニングパワーのね、調整してくれます。モダンのミニ P だったらね、アプリでいちいち入ってチューニングしないとダメだったんですけども、こちらね、もう本体でチューニングしてくれます。今ね、してるところですね。はい、オートチューニングが終わりましたね。これで使える状態ですね。はい、ということで、これで普通に ZV-E10 とタムロの 1770F2.8 ウィービレスだったら普通にもう余裕で乗ります。で、ズームした時ですね、ズームした時でも、まあ、バランス調整なしでも、まあ、なんとかね、いけるんですけども、まあ、基本的にはね、ズームする時とかだったらかなりバランス崩れますので、まあ、この場合だったらね、中間地点ぐらい、50mm とかね、40mm ぐらいでバランス取っておくのが一番いいかなと思います。はい、ということでね、普通に乗ります。 GU のね、ウィービレスだったらもう乗ります。まあ、3kg までだったら乗るのは、 GM レンズとかでもね、 α7S3 との組み合わせで、まあ、ギリギリ乗りますので、まあ、よっぽどね、パワーが欲しい人はこういった大型のジンバル購入することをね、おすすめします。やっぱりね、ギリギリでね、乗せてしまうと、ジンバル自体にね、パワーが足りなくて、やっぱりね、安定した映像っていうのがね、撮りにくくなりますので、やっぱりね、ジンバルを使うメリットっていうのは、まあ、手ぶれをね、防ぐために使いますので、まあ、ギリギリで乗せてね、カツカツで、まあ、ブレてるようなね、映像になってしまうと、まあ、本末転倒になってしまいますので、このそのジンバルに合ったカメラとレンズの組み合わせで使うことをおすすめします。はい、ということで、本日はこのね、モザのね、ミニ P を使って、この ZV-E10 と僕の持っているレンズの組み合わせで、まあ、どれが乗るかテスト撮影ということでさせていただきました。はい、ということでね、今日はこんな感じで終わりたいと思います。はい、それではね、本日の動画は以上になります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。それでは。